皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林和元と申します。本日はですね、キックスターターの商品の方をご紹介させていただこうと思います。もし本日の内容にご興味ある方は、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、それではですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今日皆さんにご紹介するのはですね、キックスターターのオーディオイヤリングスというものでありまして、イヤフォンズメイドイヤリング、世界中で初めてのイヤリングで音楽が聴けるという商品になりまして、女性の方向けの商品にはなると思うんですけども、見かけはね普通のイヤリングなんですけども、音楽が聴けるというところになります。で、まあ、Bluetooth を使っておりますので、これ、まあ、テレックっていうのが必要になってきますね。で、ボタンコントロールということで、まあ、これを押すことによってサウンドが始まったりとかっていうことになります。で、かなり軽いのでですね、耳にも負担はかからないというところになっております。で、まあ、ちょっとね、一緒にちょっとこの動画の方をですね、見てみたいと思います。まあ、イメージビデオでかっこいいっちゃかっこいいですよね。まあ、これ自体がもうスピーカーになっている感じです。まあ、こういう感じで電話を取ったりとかすることもできます。まあ、こういう感じの商品になりまして、これが社長さんみたいですけど、まあ、この社長さんがこの商品を作ったと。この人がまあ CTO ですね。まあ、イヤホンだとずっとここに耳つけてるとやっぱ気持ち悪くなってくるから、イヤリングにしたかったと。We deliver music, voice assistants, and phone calls wherever, whenever, always. With a relative small team, そうですね。It's very strong. I calculated over 100 years. イヤホンずっとつけておくわけにもいかないので、まあ、こう自然にずっとつけられているものを発明したかったというのが一つの作った理由みたいですけども、こういうふうに自然につけておいてずっとオーディオが使えるというものが良かったということみたいですね。まあ、非常にイノベーティブな商品だと思います。まあ、この商品なんですよね、16インチ残して282のパックが約1100万円が今現在支援されていることになっていますので、まあ、非常に一つのユニークな商品なんじゃないかなと思います。これはね、まあ、ターゲット自体は、ね、女性の限定した商品にはなると思うんですけども、このクラウドファンディングのキックスターターでも1000万以上いっているという案件になります。まあ、マカケとかの方でも今だんだんとですね、女性向けの商品っていうのもね、だんだん伸びてきてますし、ぜひね、そういった意味でも女性向けターゲットになりますけども、ちょっと挑戦してみるっていうのもありかもしれません。はい、それではですね、本日のコンテンツは、以上となります。本日のコンテンツが良かったと思っていただければ、ぜひいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていただくと幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.